殺意を感じるお前か。で上に2人、もう1人、はい、2カットで再送電で、まっすぐ行って右を見ましょう。で、あ、溜まってるね、いい感じ。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、じゃない、ワン、ツー、スリーか。はい、スリーマン。さて今回は BA5 で、看護兵のコーレート SMG、まあ、トンプソンとかスオミがちょっと扱い難しいよって方いますかね。私の周り結構いたんですけど、まあ、その方々のためにですね、今回ちょっと動画を撮っていこうかなと思っております。で、使っていく武器は MP28 です。はい、 MP28、まあ、スオミとか、トンプソンの、まあ、レート700体の SMG は強いんですけど、ちょっとね、まあ、リコイルの制御とかタップ打ちとかが若干いるね。その、まあ、世話が焼けるっていうか、若干クロード思考。はい、で、今回はね、このレート670、邪魔だ。レート670のギリギリ高レート帯の武器でね、ちょっとフルブッパで使っていこうかなと思っております。で、スオミとかトンプソンとか強いんですけど、まあ、なんだかんだで暴れる。リコイルが、反動がね。しかし、こちらの MP28 はね、結構抑えめです。はい、反動がね、うん、OK、いるね、うん、やりきれない、あと一発、お、顔出してね、はい、OK、で、右は戦車いるっぽいな、はい、一旦中に入りましょう。で、まあ、レート670と、まあ、ギリギリ高レートと呼んでも差し支えないレベルの SMG なんで、まあ、近距離もだいぶ対応しやすいと。のがね、はい、なんかね、だいたい勝てるの670やったら、ちょっと OK で、ダメだ、ここは引くべきじゃない、弾きで追撃 OK、 はい、だから、まあ、まあ今回ね、こちらの立ち回りを見せていきましょうといった感じです。おいっす。で、橋取れるで、おお、なんかいるし、で、あ、はい、ああいうのいける、うん、ああいう頭出しもね、だいぶ振る、おーっす、おっす、はい、どうも。びっくりした。ちょ、ぼーっとしてた。申し訳ない。お、なんかあそこにもぼーっとしてるやつがあるぞ。はい。で、まあ、結構ですね、その、まあ、スオミとか、まあ、トンボスはフルブッパーでもいいけど、特にスオミとかね、ちょっと離れると、もう、タップ打ちしないと、だいぶ当たらないんですけど、こちらの武器はね、だいぶフルブッパーで、押しっぱなしで大丈夫なんで、扱いやすいかなと思っております。まあ、高レート SMG の入門編的な武器かなと思っておりますね。はい、はい、はい、まあまあまあ、やっていきましょうね。はい。なんか足をつるね、やっぱりお前か。一人カット。で、これどうしようか。まあ、左か右かなんだけど、多分、8割、9割右から来るな。うん。左ほぼ大丈夫だろ。ああ、なるほどね。で、どうしようか。一旦顔出してみようか。ここ怖えな。まあ、味方じゃない、敵にからの追撃がなくて助かったけど、OK、あと一人。ああ、いや、威力減衰。まあまあまあ、キルが5し。さあ、どうしよう。蘇生するの若干無謀。あ、ダメだ。これ、撤退。はい。さあ、アルファの方に攻めてみましょう。だいぶ状況有利ですね。OK? ほら、670あれや、たとえ相手がスオミでも、一発先打ちすりゃもう勝ちやから。うん。で、左から回しようと。こいつ何持ってんの？もうキャラグラのやつ。何引き抜いたの今？何刺してんの？まあ、いつものバグなんだろうけど、申し訳ない。これ実況者魂と言うべきこ、あれだわ。もう突っ込みどころがあるところには突っ込まざるを得ない。すまない。うん。こいつ一体何を持ってるんだろう。まあ、バグなんだけどね。はい、やっていこう。で、いるはず。一旦スモーク耐えておこうか。で、左の車線を潰して右を見ると。一人カット。うん。まあ、うじゃうじゃいるっぽいね。おっと、いた、オッケー。はい。で、引き続き前に行きたい。チャーリーはまだいっぱいいると思うぞ。いるね。いいね。あ、ちょっとクソ M だったね。うん、で、どうしようか。もう少ないね、チャーリー。一旦で、これ大丈夫かな。一応強行突破したいんだけどな、まっすぐ。で、一旦ね、チャーリー取れて状況落ち着いたんじゃないかなと思うんで、ま、
勇猛果敢がびっくりした、はい、なんかまたごちゃついてきたな。あ、まあまあ OKOK、はい、で、まあ、スオミとかね、そのまあ、スオミ、まあ、やっぱ最強か、OK？ 現状ね、現状スオミがやっぱ最強ではあるんですが、んー、そんなこだわらなくてもいい、まあ、やっぱその当てなくちゃ意味がないんで、でそのやっぱ扱いづらいってなったらもうちょっと冷凍落としてね、であとは立ち回りでカバーしていくっていうのもまあ大切なことかなと思っておりますね、はい、であとはなんか下に味方死んでるけど一旦蘇生してあの様子見ましょう。で重生 OK、 はいはい、頭出し。で、フルブッパ。フルブッパでもなんとかなら、あの距離なら。はい。というわけで、まあ、やっていきましょう。うん。で、こちら辺にいるぞ。殺意を感じる、お前か。で、上に二人。もう一人。はい、2カット。で、再装填。で、まっすぐ行って、右を見ましょう。で、あ、溜まってるね。いい感じ。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。じゃない、ワン、ツー、スリーか。はい、スリーマン。ナイス。一応、ここら辺ははけたと思いたいけど。もうチャーリーが捕らえている以上全然いる可能性があるね。はいはいはい、よしよし。さあ一旦チャーリー取ろうか、真ん中で。これどうしようか。エコーチャーリーの間にもいるね。むしろ味方の配置的にあっち行った方がいいか。はい、というわけで奥の方に行ってみましょう。こっちの方向で、さっき私が暴れてた後何やってんだ。 OK、はい、いや、なんか撃っちゃった、はい、まあ、とにかくここら辺に多分まだいるはず、多分、まあ、いなかったらエコーなりブラボーなり移動しましょう。でエコーから来てんのかもな。あ、来てる。一旦下がろう、うん、あ、いるね。いやー、もう一人きついだろう。一旦逃げるか。あ、やばいやばい。追ってくるか。やるじゃないか。ちな、くさ。死んだ。はいはいはい。あ、まあ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 。いいでしょう。ちょっとクソ M だったけど。はい、あ。あとは気持ちですよ、皆さん。うん。さあ、どこで湧こうか。だいぶちょっと劣勢になってきてるんで、まあなんとかしたいね。はい。で、とりあえず分隊に湧いて、なんとかしましょう。さあ、B を攻めに行ってるのかな。いるね。うん、まあこれはちょっとだいぶできすぎだけど、あの距離の敵もね、まあ、あんまり撃ち合わない方がいいんだけど、その敵があっち向いてたりこあの変な方向向いてたり してる場合は割とフルブッパでぶん抜けます、うん、まあ大体逃げられるけど、はい、あ、アジョストするね。アジョスト下か、下ですね。はい、 OK。 でどうしようか。で1人カットで、上はいないか。で、B 味方が取ってくれてるんで、で、私は敵の脇か、あの脇ポジションを確認をしましょうといった感じですね。もうここら辺で敵パチパチやって全滅させてしまえれば、あ、やばい、ちょっとケツ。マジっすか、了解。はい。まあ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 、まあ、B は取れるでしょう。こんだけ暴れればね。はい。というわけで、次のリスポーンまで待機しましょうね。さあチケットはもう5時を切った。でこのチャーリーを取って終わりにしちゃうぞ。1人カット、あ、結構いる、ね、ちょっとあの距離はさすがにきつい。うん、抜けないことはないですけど、敵が自分に気づいてて撃ち合う、あ、気づいてた場合は撃ち合うとしないことね、うん、所詮 SMG なんで、あ、強いと言っても、うん、レート負けはしないかもしれないけど、威力減衰の関係上どうしてもね打ち負けてしまう可能性が多いです。で腰打ちと ADS の感度を同じにしましょう。そうすれば SMG 非常に立ち回りやすくなります、はい、まあ、まあ我流なんだけど、はい、であとは終わったか。でまあ64キルとまあまあですね、はい、まあ、こんな感じでね、そのスオミって結構強いんですけど、やっぱそのどうしてもなんかレートが嫌だって方はちょっとね妥協して、670レートの MP28 使ってみてはいかがでしょうか。まあ全然立ち回れるんでね、こちらの武器でも、うん、まあマップにもよるけど、はい、
個人的にはおすすめです。それではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、まあ64キロと、はい、いった感じで、それではまたお会いしましょう。では。